はいどうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、D ポイントが Apple Pay に対応、ローソンで D ポイント7倍に、D 払いでネット決済10%還元もということで、今回は D ポイント、そして D 払いの値についてお伝えしていこうと思います。でそれでは早速ですね、D 払いの方からお伝えします。行ってみましょう。 じゃんということで、D 払いネットのお店で10%の D ポイント還元というキャンペーンですね。いや、今度はオンライン上で D 払いのキャンペーンが始まります。このキャンペーンの期間はまだ始まってはないんですけども、2月の25日から3月の5日までの約1週間ほどのキャンペーンとなります。 そして、D 払い恒例のエントリーが必須となってますので、ここは忘れないようにお願いします。ちなみに、冬上限なんですけども、1回当たりの冬上限は500ポイントまでとなっているので、5000円分のお買い物をしたら1回の上限に到達します。そして、期間中の上限は1000ポイントとなっているので、トータルで1万円分のお買い物をしたら上限に達するということになります。なので、わかりやすく言うと、5000円分のお買い物をトータルで2回したら終了っていう感じですかね。 あとは D 払いのネット決済でも付与されるポイントはいつもの D ポイント期間用途限定となってます。そしてこのキャンペーンの気になる対象のお店なんですけども今出てる通りですねパパッと読み上げていくと Amazon、メルカリ、レコチョク、コミックシーモヤ、これ SMT、これ映画館みたいですね。あとはショップリスト、みんネ、ね、僕の好きなサンプル百貨店、ピザハット、高島屋オンラインストア、 DHC、野 DH 島オンライン、2000、J リーグチケット、バイマ、タワレコ、マツキオ、ABC マートのオンラインストア、アニメート、ミュージックドット、JP という感じですかね。ちょっと読み方が合ってるか不安なんですけども、見た感じ、アパレルとか、あとは音楽、美容とか、結構こう、ジャンルは様々という感じですかね。なので、まあ、D 払いを使っていて、なおかつご自身が普段利用されているようなオンラインのショップでお得にお買い物ができるということですね。 ちなみに Amazon に関しましては、ドコム回線を利用している方しか使えませんので、これはお気をつけください。あと、対象外の、キャンペーンの対象外のお店もしっかりとありまして、無印良品ネットストア、ラクマ救済通販サイトなどなどということで、下にもちょっと出てるので、そこはご自身でチェックしてみてください。そして、公式ページにもあったんですが、この D ブライネットお店10%還元のキャンペーンを使うタイミングとしたら、今出てる 毎週お得な D 曜日に使うのが一番いいと思います。これですね、以前あの動画でもお伝えしたので、詳細自体省くんですが、簡単にお伝えすると、金曜日と土曜日に D 払いを使って決済をしたら、買い回りなどの条件を満たしたら最大で5%が還元されるということになります。なのでまあ、今回のキャンペーンと組み合わせると、今出てるように、最大でも15%分がお得にネットでお買い物ができるので、これもですね、この日ぜひ狙ってみてください。で、今下にも記載している通り、 期間中の金曜日と土曜日に関しましては2月の28日の金曜日とそして2月の29日の土曜日となってます以上がこの D 払いネット掲載10%還元の解説でしたそして2つ目は D 払いにちょっと関連するんですが D 払いを初めての方限定のキャンペーンも開催中ですこのキャンペーン簡単にだけお伝えしますご覧のように まず、街のお店で期間中に2回以上のお支払いをして、総額税込みで3000円以上を満たしたら、これで D ポイント、1000円分が還元されるということ。 そして、ネットのお店で1回以上のお支払いをして、総額税込み3000以上のお買い物をしたら、これで D ポイント1000円分が還元されるということですね。なので、どちらも条件を満たしたら、最大でも2000円分の D ポイントが還元されるので、なので、D 払いの初めての方は、ま、キャンペーンの期間すでに始まっていまして、3月31日まで開催されてますので、ぜひですね、D 払いデビューされる方はチェックしてみてください。一応まだ登録がまだの方は、下の概要欄にリンク貼っておきます。以上が D 払い ついてでしたそれででははお待たたせしましまここからは D ポインンントののキャンペーンの話題ですねじゃんということで、ローソンにて、D ポイントカードと Apple Pay で D ポイントが7倍ということなんですが、なんとですね、ご覧のように D ポイントカードが Apple Pay に対応しました。これまではご覧のようにローソンでしたらポンタカードが Apple Pay に対応していたんですが、 それが今回は D ポイントカードが Apple Pay に対応したということですね。ちなみに今回は iPhone 以外にも Apple Watch も対応ということになっております。ちょっとキャンペーンの話に戻りまして、今回のローソンの D ポイント7倍に関しましては、2月の28日からすでにスタートしていまして、なんとですね、4月の17日まで開催されてます。いや、ここまでちょっと長いのは個人的に嬉しいですね。対象のローソンなんですけども、全国のローソンとかナチュラルローソンです。 あと、ローソンストア100とか、その他一部対象外の店舗もありますので、これはお気をつけください。ちなみに、新定上限っていうのは今回ないので、期間中、バンバンアップルペイで D ポイントカード出しちゃいましょう。で、このキャンペーンでもらえる D ポイントは、D ポイント期間用途限定となっております。そして、今回の支払いまでの流れ、ここがとても重要ですので、もしですね、Apple Pay 使われる方は要チェックですね。 まず、ローソンでのお会計についての流れを簡単にお伝えすると、まあ、普段でしたらポイントカードを見せて、これまで通りバーコードなどの D ポイントカードを見せたりして、そこでまあスマホ決済とかなん,なんだかんだのまあ決済をするという流れになると思うんですが、それがまあちょっと違って、2つパターンがありまして、まず1つ目っていうのは、Apple Pay に設定した D ポイントカードをまずローソンのレジにかざします。まあ、iPhone とか a p p l e w a t c h ですね。 そして決済方法は Apple Pay になるので、まあ、ID とかクイックペイ、スイカで決済するというパターンですね。そうです。まあ、バーコードの D ポイントカードを提示ではなくて、Apple Pay で登録した D ポイントカードをリーダーにかざすところがポイントとなっております。そして二つ目の決済方法なんですけども、この方法が一番シンプルで簡単です。お会計の際に店員さんに Apple Pay でお願いしますと伝えます。 そうすると iPhone もしくは Apple Watch をかざして決済完了となります。まあ、ここで気をつけないといけないのは Apple Pay と伝えず、ただ単に例えばその ID とか Suica とかクイックペイなどのクレジットでお願いしますなど伝えても、まあ、今回のキャンペーンの対象になるわけではないのでお気をつけください。なのでこのキャンペーンに参加する際は必ず決済方法を、まあ、Apple Pay でお願いしますというふうに店員さんに伝えてください。 ここからは iPhone での d ポイントカードを設定する方法についてお伝えします。まず、キャンペーンページに入りましたら、一旦画面を下に下がりまして、この画面が出てきたら、今すぐ Apple Wallet に設定するをタップします。そして、この画面の Apple Wallet に設定をタップ。そして、この画面の Apple Wallet に追加をタップ。 a p p l e ウォレットでも D ポイントと出てくるので、下の方にある認証して、アップルウォレットに D ポイントカードを設定をタップ。したら D、D アカウントでログインが求められるので、ここでご自身の情報を入力しまして、ログインをしますで。うまくいったらアップルウォレットに追加をタップします。で、ご自身の D ポイントカードの情報が表示されるので、これで右上の次をタップしてください。 自動で選択という画面が出てくるんですが、ここ結構重要で D ポイントクラブカードが求められる場所ではこのパスが自動で選択されますということですので、これは自動で選択で次に進みます。そしてうまく設定が完了したらこのような画面が表示されます。設定はこれで完了ですね。ちなみに今出てる実際にこの Apple Pay に設定した D ポイントカードなんですけども、とある設定を確認していただきたいんですが、右上の3つの点をタップしまして、 まあご覧のような画面が表示されます。まあここで先ほど選択した自動で選択というのが今下の赤枠のところなんですが、 こうなっていればもうそのままで大丈夫です。もしですね、ポンタカードを Apple Pay に設定している場合は、ポンタカードの方を同じような画面で自動で選択をオフにしておくことを忘れないようにお願いします。ちなみに D ポイントカードとポンタカードどちらもオンにしていたら、ちょっとこう、どちらが優先的になるかちょっと僕自身試してないんですが、今回のキャンペーンの期間中は D ポイントカードだけこの自動で選択をオンにしておくだけで大丈夫だと思います。以上が設定方法についてでした。 で今回の Apple Pay での支払いに関しましてはな、もちろん何でもいいんですけども、クレジットカードの D カードをお持ちであれば5%お得で、もしですね、D カードプリペイドであれば3%お得なので、それと組み合わせればさらにお得ですね。もちろんローソンで使うときに限るんですけども。 まあ今お伝えしたようにもちろんこの2つを持ってなくても全然ご自身が持っているようなクレジットカードに Apple Pay に登録していればそれで決済しても全然大丈夫です。以上が D ポイントカードと Apple Pay で7倍のキャンペーンについてでした。 ま、今回お伝えしたキャンペーンですね。簡単にまとめていくと、まあ、最初にお伝えした D 払いネット決済10%還元なんですけども、これはエントリーが必須で、期間は2月の25日から3月5日まで。例えばお店だとメルカリなどが対象。1回の付与上限は500ポイントで期間中は1000ポイントまで。そして D 払い初めての方限定のキャンペーンなんですけども、期間は2月の17日から3月31日まで。 街のお店で2回以上 D 払いで決済して税込み3000円以上なら D ポイント1000円分が還元されるということ。そしてネットのお店の場合は1回以上 D 払いで決済して税込み3000円以上なら D ポイント1000円分が還元されるということ。で、まだ登録がまだの方は一応下の概要欄にリンク貼っております。で、ローソンで D ポイントを Apple Pay で7倍のキャンペーンなんですけども D ポイントカードを Apple Pay に設定した後に支払いは Apple Pay で。そして支払いは Apple Pay で。で、もう一度支払いは Apple Pay でということで大事なことなのです。 3回言いました。もちろん Apple Pay に設定した D ポイントカードを提示して、そこから ID 決済とか Suica とか、あとクイックペイなどで決済しても問題ないです。まあそんなこんなで今回は。 d バラエと d ポイントに関するキャンペーンについてお伝えさせていただきました。いや、d 関連のキャンペーンはちょっと前から本当に止まることが全然ないですよね。終わったと思ったらまた始まってるっていう感じで、1ユーザーとしたら本当に嬉しい限りでございます。まあ、実際のところコンビニに行く際は本当最近どうしようかなというふうに迷ってたところなんですけども、まあ、何かしらの大きなキャンペーンがない限りは、今のローソンの d ポイント7倍のキャンペーンをうまく利用しようかなと思っております。以上、下の概要欄に今回お伝えしたキャンペーン 公式リンク貼ってますので詳細気になる方は是非チェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございましたあ今日おまけはなしです